皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、下腹ポッコリが気になる人におすすめなレッグプッシュレイズを紹介していきます。今回の腹筋のいいところが、たったの5回で下腹にものすごい効きます。効くっていうことは効果があるってことなんで、長い時間腹筋するのできないよ、回数いっぱいやっていくと疲れるし長続きしない、そういった方は5回でいいんで一緒にやってみてください。しっかりやりたいよって方のために、3セットしっかりできる人はやってください。1セットでもいいです。やり方聞くだけでもいいです。見てるだけでもいいです。一緒に頑張っていきましょう。今回の腹筋はお腹に力を入れとく時間が長いので、まずお腹に力を入れる練習をした後にやっていきます。まず四つん這いになりましょう。この状態で膝を少し開きます。お尻をキュッキュッと前に斜め下に下ろす感じでお腹を締めましょう。いきます、スタート。これをまずできないと骨盤が立たないので、反り腰の人とかお腹が大きく出ている人はこれをしないとあまりお腹に効きません。お腹をしっかり締めて、はい、OK。 じゃあ上向いて寝ましょう。今度は体を起こして交互に膝を入れ替えていきましょう。スタート。この後にレッグレイズやっていきます。これで腰をね、床につける感覚をまず体に身につけてください。はい、OK。 それではレッグプッシュレイズに入っていきます。やり方は、体を起こして足を伸ばします。このまま足を引き寄せた時に手で足を5秒押さえる。5秒間息吐きながら押さえたら戻したら吸う。っていうのを5回やっていきます。できるだけももは手で押さえましょう。息吐きながらお腹を引っ込めます。それでは頑張っていきましょう。いきます、スタート。1、2、3、4、5、ラスト1、2、3、4、5。うわー、効いてきた。これをあと2回やるだけです。しっかり下腹に効いてくると思います。首疲れる人はね、寝たままでもいいです。自分のね、やりやすい方でまずはやってください。できる人は起き上がる。いきましょう、2回目、スタート。1、2、3、4、5、2、2、3、4、5、3、2、3、4、5、4、2、3、4、5、ラスト5、2、3、4、5。うわー、いって。さあラストです。あと1回で終わり。いきますよ、スタート。1、2、3、4、5、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 ラスト1、2、3、4、5。いってててててて、て、OK。 最後、うつ伏せでお腹を伸ばしましょう。30秒。
手脇の下ついて上体反らし、いきます、スタート。あー、使ったお腹をねしっかり伸ばしましょう。ふぅ、伸びる。ちょっと体をね揺らしてみて。オッケー。お疲れ様でした。どうでしたか？ちょっと首が疲れる人も多いかったかもしれません。ただこれはね、5回で下腹にしっかり効くんで、下腹ぽっこり気になるよって人は何度も見ながらやってみてください。目安としてはこの動画を1週間に3から4回やってください。頑張ってやった人はグッドボタンやコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。